とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、デイリークエスト、やっていきます。昨日ね、ここ、クリアしたので、ここだね。地下寺院の、プラス25、行きましょう。プレイヤーは、一回ダウンすれば、ゲームオーバーです。行ってみましょう。ちなみに装備はこれでいきます。黄金の闘士の締め具、吸血レベル2がついてるね。で、エンチャントが旋風輝き爆発。ちょっと微妙かな。爆発がちょっと微妙。使えるところはすごく使えるんだけどね。で、そしてスパイダーアーマーでスクールダウン1ついてます。で、アーティファクトで卵だけ、アミュレット、エレメントのカバン。となってるよ。行きましょう。まあ、宝箱は、基本集める感じで行くか。採掘車がついてるから、かなり。エメラルドは出るね。ゴリゴリ出るな。いいね。ここまで出てくれると嬉しい。しゃあ。エレメントのカバンと、あと、アップドラフトの書あれをね、ちょっと悩んでたんだけど、あのね、アップドラフトの書は、発動までが、ちょっと長い。エレメントのカバンは、もう瞬間で発動するから、これやっぱ使い勝手がいいんだよな。まあ当たり外れはあるけどね。出した時に。当たり外れはあるんだけども、こっちが全然火力は、高いっぽい。おい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 、ハスク、強すぎねえか。味方回復か、あ、そうか。周りからゴリゴリ回復されてたのか。だから減らないわけだ。きた、もう防護とかもついとるしね。なんか、えぐい敵多いな。いや、多くない？えぐいやつ、今回の。ちょっと。もう！レイスもちょっとやめてくれ。エメラルドはやっぱしかし美味しいね。めちゃくちゃ出てくれるな。出現率 100% だよね。普通の装備でつけても 100% にはならないよね。あ、なるっけ。あ、まあいいや。そう使うやつでもないしね。いきましょう。全く問題なくいけてる。問題ないね。しゃあ、ここで難しいところって言ったら、あ、ボスもいないしね、ここは。ボスもいないから、どうだろう。なんでシークレットの数だ。2つ？シークレット、あ、シークレットは2つでいいんだ。チェストが11個。まあ、少なくはないね。少なくはないから、いいでしょう。うん、いいアイテム、ゲットしたい。ここ開けときます。下からか。下からだね。ここ、防具なんか出たっけ？ここは、なんだろう、俺のイメージとしては、バトルスタッフが、結構出たなーっていうイメージはある。けど、それ以外の思い出はあんまりないな。あー、デュアルクロスボウか。クイック！ちょっと待て。ケツ、あ、まあまあまあ、弓で、回復して、ちょっと待って、お前たち。それひどいよ。それひどいよ。ツン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 しやがって。いや、あの数のバンガードはきついでしょ。まあ、普通のノーマルだったらよかったよ。エンチャのバンガードがあの数出てきてみ、無理や。あるいは無理ですよ。出てくんなよ。一応こっち側おるか。うわ、また怪しい。もう、ええ加減にしてくださいよ。ちょっと待て！くらい！くらい、よし！おいおい。さっきと同じ感じだった。でもまあ、いけたからよかった。もう、はいはいはい、バトルスタッフね。バトルスタッフ。あんまり好きじゃないかな。
やっぱ強いのって、そうね、ワールウィンドと、シメグがやっぱり上位なんじゃない？思うんだけどね。よし、オッケーオッケー。行きましょう。で、今回は、チェストの数 6？ 少ないよ。少ない。まあまあ、クリアするのがね、前提なんで、前提というか、それが目標なんで、いいよ。まあ、ここら辺のね、ネクロマンサーなんかは、全然、砂漠の寺院で慣れてるから、大丈夫。しかし、硬いな。硬いですね、お前たちは、本当に。え、これ、あっち取ってきてなかった。アイテム取ってなかった。よし、アイテム回収完了。いった。ちょっと待って。ちょっと待って待って待って。おー、危ねえ。やばい。やばい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 。死ぬ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 。やばい。はい、やばい。ちょっと待って。マジできつい。マジ、正直きつい。正直どころか。本当にきつい。もう、わけわからんくなったじゃん。ちょっと待ってくれよお前たち。ちょっと待って、ビームの出し方がえぐいでしょ。そんな出さんでしょ普通。ちょっと待って、もうビームがえぐすぎる。ふざけんなよビーム、ふざけんなよそれ。よしよし、オッケー。おお、よう抜けた、よう抜けた。絶対死んだと思ったけど、よう抜けたよ。えぐいって。いやー、ここでホースマン、ちょっと待って。やたらきつい、やたらピンチが続く。ちょっと待って待って、これはきつい、ここきつい。よしよしよし、ここでなんとかしのごう。よしよしよし、おお、おお、なんとかしのげた。わーし、よしよしよし。で、まだ長いな。まだ結構先は長いぞ。張り切っていこう。硬いって。あんな硬いっけ、普通。まあ、普通じゃないよね、デイリーはね。じゃあ。ちょっと待って、なんでこんな痛いの？なんでこんな痛い？トゲ？なんかついてるやろ。ハスクになんかついて、ああ、やけどか。そう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 。この難易度のやけどは、もう半端じゃないのよ。もう、やけどだ。ちょっと待って、変更ついてるし、お前。もう。いや、ピンチが続くね。ピンチ続いてるよ。よし。いや、でももうこれも経験だわ。うん。よしよしよし。危なー。ここ、近寄ってこられると鬱陶しいから、さっき倒しとこう。矢があと88本。若干少なくなってきたね。でも、こんぐらいあればいいでしょう。毒の雲かよ。毒雲。勝てえ、ハスク。味方回復つけやがっても。ちょっと待て。そこでお前が来るな。あれ？宝箱は？あった。よーし。もうバトルスタッフしか出ない。ノーマルしか出ない。もうクリアはね、目前なのよ。目前です。もうちょっとだ。ただ、鬱陶しい奴らが本当に多い、ここ。よっしゃ。さすがの難易度だね。で、上行くと、クリア。か。え、どうせ、うん、チェスト3つとかだったら、いかんでもいいね。
っと待って、霊気と長弾か。大丈夫、そういうスキルだったら全然倒していける。はいはい、もう最後の最後になんかえぐいやつ出てこんでよ。最後の最後はもう普通で行かせて。そうはいかねえなこれ。ダブルダメージ？いや、いける。大丈夫。うん。やっぱ変更スキル最高だわ。うん。変更をね、クーダウン抜かしてつけたの、これ大正解。ちょっと待って、これ味方回復で全然減らないんだけど。おい。はい。味方回復で全然減らなかった。結構火力あるよ。はい、クリアです。ふぅ。さあ、それでは報酬は何でしょうか。なんだ、アーティファクトなの。あ、でも254、最強のやつ出てきたな。え、 21.3 秒。ああ、 0.3 秒増えるのか。あ、でもまあまあ最強のアミュレットが出てきました。はい。まあ、とりあえず、デイリークエスト、レベル1、レベル2まではね、いけるけど、3が結構きついんだよな。まあ、行くためにはちょっと、装備品をもう少し、厳選する必要があると思います。やっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。